早速なんですけども、はい、今日は一日水上バイクでアイランドホッピングしたりバーベキューもしたり、もちろんポーラも乗りましたよね。どうですか、相当リフレッシュされたんじゃないですか。うん、てかね、僕ね、本当マリンスポーツってね、はい、本当久しぶりなんですけどね、マリンスポーツの良さってね、例えば僕普段の生活っていろいろ立場があるじゃないですか、はい、立場がだからやっぱりね、会社の応援団いろいろね、はい、あれしなきゃいけないとかいろいろ僕気を使ってると思うんですよね、でそういう中でね、人間豊田明夫に戻りたいなっていう時あるわけですよ、はい、それをものすごくね後押ししてくれる、背中を押してくれるのがこのマリンの魅力だなっていうふうに今日昨日とね、はい、改めて思いましたね。あと、まあ、改めてまたポーラムの魅力というのをですね、うん、まあ、海の魅力、うん、ちょっと教えていただきたいんですけれども、まあ、ポーラムっていうか、まあ、トヨタ自動車が作るあの船ですよね、はい、で車の世界ではファントゥードライブって言いますけれども、はい、やっぱりファントゥーマリンというか、はい、車にオートマチックがあったように、はい、本当にそのあのポーナムというのはね、ベテランの方もそしてまた初めて、船という人との出会いがあるような方々も、はい、両方ねそのすぐ受け入れられる、はい、良さがあると思いますね、はい、社長が常々口にされているファントゥードライブで、うん、まあ、単なる移動手段じゃなくてトヨタの車、レクサスの車というのはその走る喜びもあるんだよと、うん、それも同じテイスト魂を船の方にも注ぐと、まあ、基本ね、マリン事業の連中がね、はい、非常にすごい情熱を持って、うん、僕は船作りをやってくれてると思うんですよね、はい、でやっぱり自動車ビジネスから比較しますとね、マリンっていうのはそのサイズ感から、はい、いろんな意味でその数値的な、ね、はい、差でいくと小さいものかもしれません、はい、だからだけどその分ね、その分そのマリンに従事している連中というのがその分情熱ではね、うん、絶対負けないんだぞという感覚が僕はものすごくか一緒にいて感じます、はい、ですからそういうその、まあ、海にかける、船作りにかける、はい、彼らの情熱がね、はい、情熱がやはり、ファントゥーマリンというか、はい、そういう船作り、はい、というのを可能にしているんじゃないのかなというふうには思ってますね、最後にこれを映像をご覧の方にですね、はいはい、熱いメッセージを一言お願いしたいんですけど、はい、1997年からトヨタ自動車マリン事業をやってきております、これも長年にわたって、トヨタが、皆様に提供しようとしているファントゥーマリン、をサポートいただいている、皆様のご尽力の賜物だというふうに思っております、これからもトヨタマリンはどんどん皆様の笑顔、そして海の女神に本当に優しく包まれるようなマリンライフ作りを提案しつつ、素敵なボートも出していきたいというふうに思っております。ぜひとも応援いただき、これからのトヨタのマリン事業にぜひともご期待いただき、かつご注目いただきたいというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。期待してます。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。